異性のでバンバンザイ技師だけです。はい、ということでですね、起きたら大量に雲いるドッキリあったじゃないですか。もう俺ね、ドッキリをしたらとか何かをしたらね、絶対にやり返されるじゃないですか、僕って。だから今回はちょっと久々にやり返されたのをさらにやり返したいと思います。で、僕水曜日のダウンタウンがね大好きなんですけども、結構ね後ろを見たら何々いるドッキリとかあるんですけど、それめちゃくちゃいいリアクションしてるんですよ。それを見て、あ、僕もこういうのやりたいなって思ったんで、今回はある企画を用意しました。ということで今回の企画、定年後に貞子10人いたら死ぬほどビビる説。はい、ということで今回はですね、まあ皆さんにはねお見せできないんですけども、貞子10人の方々にね来てもらって、ちょっとここで、まあ、僕がね停電みたいな感じでちょブレーカーを落とすんですけども、それでちょっとある程度ビビった後に停電中に貞子が出てくるというドッキリでございます。そして今回1人じゃなくてね10人なんですよ。で、なんでこれをやったかというと、僕本当に貞子とか嫌いなんですよ。昔から本当にあった怖い話とかも見れないし、ホラー映画とかも大嫌いなんですね。まあ、なんでちょっと今回はね仕掛け人に回ってこのドッキリをしたいと思います。そしてまあミユとルナはね時間別々に集合時間を設けたんで、まあ、先にミユかな、ミユが来てその後にルナが来るようになってます。ということでビビり散らかしたいと思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、ということで10人の貞子さんに来ていただきました。お願いします。ありがとうございます。ちょっと喜べない感じになってみんなもう貞子モード入ってますね。これはこの貞子さんたちをちょっといろんなところにね隠れてもらって、ルナとミユにドッキリしていただきます。そしてね今回このご時世なので、なんと貞子さん死んだはずなのに一応マスクしてます。はい、だからね井戸から出てくる時も貞子さんたちはマスクをしてちゃんとね対策をして出てきてくれる貞子さんを今回来てもらいました。じゃあ皆さん定時に3、ソファーの後ろですね、ダンボールの中、はい、こちらです。びっくりした。はい、そしてこの毛布、そして1,2,3とタダコさんがいます。おー、痛びっくりした、おー、痛びっくりした。はい、そしてこちらですね。はい、ということでそれでは待ちたいと思います。皆さん頑張りましょう。ちなみになんで僕が今日ニット帽をかぶっているかというと、まあもちろんね仕掛け人なんで早起きしないといけないということで、僕は今日ちょっとだけ寝坊しました。てかカーテン届かなかったからこれにした。まだ届かない。え、じゃあ一生さ太陽の光浴びられない。昨日の夜にカーテン代わりに閉めた。めっちゃかかったし。でもめっちゃやりやすいね、 ASMR とか結構さね、そう暗いところの方がいいじゃん。そうそう、なんか正面も割れそう。よいしょ。はい、ということでまず一回目の停電したいと思います。それじゃ参ります。技師、技師、あ、びっくりした。停電、え、今ね、今消えたよね。ね、今電気消えたよね。めっちゃ怖かった。びっくりした。トイレ行こうとしてた。そしたら消えて。あ、やばい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 ってなった。めっちゃ怖かった今。やばいね。え、なんで停電したんだろう。ブレーカー落ちたのかな。電子レンジとか使ってたらわかるけど。シンプルな停電。全然行けなかった。はい、ということで、はい、順番でございます。今から本格的な貞子に登場します。じゃあ行きます。3、2、1。ギジ、ギジ、またなった。ねえ怖い、ライトつけて。Yeah!
しい。どうだったですか？怖い。ガサ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 って言ったの。電気つくやん。こっち見たらいるからさ、こっち逃げようと思ったら、ギューってなったんだけど。マジ怖い。はい、ということで。はい、ということで今回。ということで今回。停電後に貞子10人いるドッキリはい、ということでですね、シンプルに集合時間結構遅れたじゃないですか。超遅かった。僕も貞子も先に着いてたんですよ。貞子道具だけがずっと届かなかったです。だから貞子道具届くまでの 1,2 時間は普通に合コンみたいになってました。ということで、ルナによるこれはルナに仕掛けます。え、これルナやばいよ、多分。やばいかな。これマジでやばい。だって足めっちゃブルブルしてる。え、ガチやばい。多分今までのドッキリの中で一番やばい。マジ？でも手も震える。めっちゃやばい。怖っ。はい、ということで、じゃあ続いてルナに行きます。はい。じゃあさ、カーテン買ったのさ、でも届かないからさ、昨日の夜これに頑張って張り替えた。なんか明るいかより暗いかの方がよくない？外から見たら事件なんか隠し込んでる人みたいな思う。でもさ、ASMR とかの楽じゃん、こっちの方が。まあまあ、そうね。しょんべんしてくわ。うん。何？停電なった？今。今の停電なの？うん。よっしゃ、びっくりして紹介できなかった。いけ。そんなに指にいけ。まあ実は、今俺がやりました。頑張っちゃう。ちょっと紹介してから。じゃあゲームに来て。やめよ。じゃあもう行きます。もういいって。大丈夫ルナ？うん、大丈夫なの？うん、待って、どうやってこれやんのかな。何よ、だから電気やろ。ねえ、やっぱそこおると思った。なんか今おる。やうざい、本当に。マジで流れそう。ルナ大丈夫？ルナ大丈夫？どこ行くんですか、みんな。キースくん。やめて、もう集中訓練しなくていいから。走れ。
ない。ありがとう。ということでドッキリ大成功。成功じゃない。めちゃめちゃバナナ持ってる。めっちゃもらってんじゃん。どういうこと。え、でもなんでこんな人数の人がどこに隠れてたの。え、もうここになる。全部隠れてますよ。ここよく知られ。で、段ボールにも。マジ。ソファーの後ろ3人もいる。マジ。何も気づかなかった。ミウはうんこしてました。ミウはうんこしてました。ガチ。お前めっちゃよくバナナ持ってたな、こんなに。え、どうでした。いや、初めて来た瞬間もうなんかそこの人が見えたの、まず、うん、なんかこっちから黒い髪の毛が見えて、うん、ソダコだと思って心臓価値でやばかった。嘘って分かった。はい、ということで今回停電跡に貞子10人いるドッキリー。イエーイ。ガチで本当にここで一回でハマったもんな。怖かった、うん、ね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。暑いでしょ。暑い。絶対明かりついたら怖くないでしょ。うん、うん、暗いとこだよ、ね。結局幽霊は怖くないんですよ。え、怖いよ。ミウもルナもパニックになった、マジで。びっくりするよね。びっくりする。ここで一回黙ろうってなったもん。最後に見れないと思って。黙ったもんね、一瞬ね。一瞬声出なかったから、あ、ルナ死んじゃったかなって思って。このバナナは何なの。このバナナ、ルナバナナ好きだからってサンダコさんから差し上げちゃう。ありがとうございます。10本食べてから帰ってください、はい。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。お疲れ様です皆さん。